をしているんですか？私もなんですよ。急な雨でしたもんね。なぜかこの店で雨宿りしたいっていう気持ちが強くて、それでここに来たんですよね。そうしたらなんと団長さんがいました。魔女の予感みたいなものなのかもしれません。団長さん、一緒に雨宿りしましょう。そうですか。別に飛べること自体はそこまですごいことではないと思いますけど。でも飛んでいる私を見て魔法だって喜んでくれる子供たちを見ていると、私まで嬉しくなってしまいます。私の魔法が人の役に立つとか、人を笑顔にした時、魔法の修行をしていてよかったなって思います。その意味では魔法はすごいものだなって思いますね。なんでもですか？なんですか？その団長さんの期待に満ちた眼差しは。できますよ、なんでも。多分この雨ですか？雨。そうですね。ちょっとやってみます。私なんかの魔法では雨止まなかったですね。私なんてどうせただのゴミ虫なんですよ。天気一つ変えることもできない。魔女失格と言わざるを得ないでしょう。生まれ変わったら訓練場にある的になって、フラワーナイトの皆さんの攻撃を毎日受け続け、彼女たちを陰ながら支える存在になりたいです。訓練場の的ならどれだけへこんでも大丈夫ですね。やっぱり生まれ変わるしかないですよ。私のおばあちゃん、すごい魔法使いだったんです。ここブロッサムヒルでは伝説の魔女と言われるほどでした。そのせいで私は周りから常に期待されて育ったんです。それで人々をがっかりさせちゃいけないと、とにかくプレッシャーを感じる毎日でした。それで少しネガティブになってしまったところは正直あります。確かにそうですね。ありがとうございます。団長さんの言う通りです。では天気以外で団長さんが望むことってありますか？天気以外なら何でもできるので。ちょっと待ってください。なんか妙に多くありませんか？しかも途中から団長さんの妄想世界に入ってますし、現実に戻ってきてください。そうでしたね。問題ないですよ。今の全部ひっくるめてできますよ。ちょっと待っててくださいね。
しは魔法が効いてきました。どうでしょうか。いくら私が魔法使いでも、時間を朝にしたりとか、いつの間にか仕事が終わっているとか、そういうのはちょっと難しすぎます。いや、難しいとか言ってたらダメですよね。私の修行が足りないだけなんですから。団長さんをがっかりさせてしまってごめんなさい。生まれてきてすみません。来世ではバナナオーシャンの砂浜の砂になりたいです。海に流され、みんなに踏まれ、私はそうやって強くなるんです。確かにそうですよね。団長さんが言うならそうだと思います。ありがとうございます。元気が出てきました。団長さん、この店で傘を買うのはどうでしょう。傘、私が差しますよ。団長さん、たくさん荷物あるみたいですし、私と一緒に執務室まで行きましょう。これって、傘が一本じゃないですか。それを私が刺すということは、これは、アイアイ傘というものになるのでしょうか。照れますね。もしかして団長さん、ドキドキする魔法、私にかけました？いや、本当にそんな…私も団長さんの力になれてよかったです。魔法に限らず、人の役に立てるのは嬉しいですから。はっ、ほうきをあそこに忘れてきてしまいました。どうしよう。あれ、大事なものなんです。団長さん、ちょっと急いで取ってきます。傘借ります。団長さん、団長さん、朝ですよ。団長さん、朝ごはんできましたよ。なんか団長さんとパフェを食べたいという気持ちが抑えきれなくなってしまって、それで朝ごはんとしてパフェを作りました。ですので、一緒に食べませんか。私、パフェ大好きなんですよね。いただきます。
ください。今日はいい天気ですね。昨日あんなに雨が降っていたのに。団長さん、今日はお出かけ日和ですね。どこか行きませんか？嬉しいです。団長さん、こんなダメダメの魔法使いですけど、私のこと好きになってくれますか？団長さん、団長さん。